そんな手配が来ました。で、ドラが何です。で、最初リーパイしないで後から手を進めながらリーパイするなんて言うんですけど、まあリーパイは何だろう、こう牌を並べないで打つって結構難しそうに見えて、何だろう、ちょっとかっこいいこと言うと頭の中、 目で見えるもので考えるんじゃなくて、頭の中で335689と6、あと33459みたいにこう頭の中で考えると、なんだろう、リーパイしなくても進めやすいです。335689なんで、まあ89いらないでしょうと。そうすると、まあ9番あたりがいらない範囲になりますね。まあ、あとは9層が浮いてるんで単純にいらないと。で、これはちょっと鎮逸とかは見ないですね。さすがに3、4、5が揃ってるんで。こんな感じですね。9番はいらないでしょうと。ちょっと普通に進めてみます。なんかマンツの形がすごいこう微妙ですね。 C1 引くとすっきりするんですけど、この形だとなんか E 数番も見れないし、まあこれドラなんで当然切らないとしてどこを切るかっていう感じですね。まあちょっと手なりで両面を大事にする形で手なりで8を切ってみます。これで一応すっきりはしたのかな。一応ここでメンツできて、一数番、一メンツ、ちゃんと、これは何は切らなくて、まあウーピン引くと思うので、スッチーピンになると思うんで、こう切りづらいドラが特に自敗とかあった時は、最初にジャントをこう決めちゃうと、絶対切ることになるんで、ちゃんとこう作らないような感じで手配を進めると最終的にドラ短期になるので、なんだろう、自敗の処理に困りづらいとは思います。ただこの形ローバンがちゃんとなっちゃってるんで、もし他の人が何切ったら合わせ打ちももちろんいいと思います。これはまあちょっと捨て牌で 1,2,3 失敗してるんで、自敗なんかしいらないと、もう いらないんだったら切るっていうスタンスの人は、あ、しかもここもしくじった上がってると思います。で、なんかもうしくじってあららって感じなんで、もういいやと、この辺端っこの方ちょっと落として、ちょっとこの曲はうーんって感じですね。まあそんなうーんっていう手配で何のドラを叩く理由もないんで、あら、また裏めったと。この曲ちょっと裏めりまくってんで、もうやめようと。手配で最近切れた現物見つけて、もう中抜きでも何でも安牌切っちゃいます。もうなんかとりあえず安全な牌をあとはチョイスして切る感じですね。まあ、ウーアン切ってるんで、ちょっとまあ自分の捨て牌しか情報がないんで、まあ、端っこの方を切っといて、まあ結果的に何が重なった、何がいいかな、地味にチートイもいいシャンテなのか。ちょっと、まあ安全な牌をとりあえずこう切ると。まあ脳天。こんな感じです。ちょっとまた、
次の曲淡々とこう進めてみたいと思います。こんな手配が来ました。でドラが3番3489223の3356単ピンですね。89はまあいきなりは落とさないと。三蔵が雀刀になって、まあ、一応これいらないイーソー、三蔵を雀刀として考えているのでイーソーはいらないです。3356ソーズスチッソーこの辺でイーソー切って、まあ、ソーズで2面打つと。イスピンとスッチーソーとリャンバン、まあ、マンズの8球落とすつもりでいます。スッチーソーが来ました。でリャン単野を見ちゃうとどうだろうな。ちょっとこれはペー切って一応あの345678っていうソーズのこんな感じのソーズで7引けば一応サブロッキューソーにあるんでパスソーは切らないです。まあ、これで一応感知ソーができたんで9番あたり切っちゃっていいのかな。まあ、これは E ピン引くとなんかあららっ てですね、今いらない。まあでもドラが1枚あるんで、まあなんだこれはもうパスソーかパーワンか、まあどっちかいらない方を切って、まあどっちもいらないんで、まあ親の現物あたりにもしどっちかがあればまあ残しますね。まあまあ序盤なんでそこまで考えなくて、これでまあ数ピンあたりを引いて単品 E ペーコードライチとそこまでいければ、まあ、あとは手なりですね。両面を大切にして、わこんな形、ね、これはもう文句なしのリーチ D ターンドライチ5200高めマンガンスチッソ。そうきた高めリーターンズもイーペイドライチと満貫ですね。2000予選あの結構雀荘で満貫引いた時にちょっとこれはあの勝手な私の個人の意見なんですけど2000、4000って言った方がいいですね。満貫ですじゃなくてなんか坊や鉄の漫画とかだと満貫とか羽満とかなんか倍満親倍とかそういう上がり方してますけど2000、4000って言った方がいいと思います。3000、6000とかまあまあ普通かな。もっと細かいこと言うとちょっとこれはあのなんかどっかで聞いたことあるんですけど4000、2000、6000、3000とかなんか順番的には点数低い方から言うとかって聞いたことはありますね。4000、2000じゃなくて正しくは2000、4000とかちょっとこの辺は全くあのちょっとどっかから聞いた情報でまあ別にどっちでもいいと思います。こんな手配が来ました。ドラがペイです、まあ、チャンタが見えますね。1面2、2面2、3面2、まあ、ペイを使ってチャンタか何か一応マンズの下を見てリャンバンは取っておきます。チ
ちゃんと狙うんだったらウーピンウソいらないですね。シーマン、まあ、別にチートイ見てないんで切りますね。こんなウーワンで、これは一応取っておきますね。なんだろうな、でもなちょっとパーピン切ります。なんかちゃんとは難しそうかなと。この逆、これはあんまり決めつけないで進めてみようかと。そうするとウーソウーピンもやっぱ捨てなくなりますね。ちょっとこう一巡前と一巡後で言ってることが違ったりするんですけど、こうすると789、まあ、ちょっとリャンワンよりウーワンを切りたくなりますね。やっぱりちゃんとかなみたいな、ちょっとまごまごしてますけど、結構カンちゃん一個積もるだけで手配がなんかガラッと変わったりするので、ベタ折りのなんか折りようと思ったやる気がない手も、誰かがカンをしてドラがめちゃめちゃ乗った瞬間に攻めっ気が出るとか、そういうのはやっぱりあります。やっぱりでイースを引いてきました。なんかちょっとピンズのリアンピン切ったのがあーって感じですね。これはちょっとリアンワン切っちゃおう。もうなんかテンパればいいかな。で789の種が1個揃ったので中央切って、まあ、とりあえずちゃんとっていうよりは789ですね。ウーピンいらない。自敗のドラって結構難しいですね、やっぱり。これは、まあ、イーソージャントって見ちゃうと、ペを捨てるってことなので、まあ、ウーピン、この辺ですかね。ちょっとこれはなんか、テンパらないかなっていう感じなんで、ちょっと、もしや、誰も、リーチしてなくて安全だったら薄嘘きちゃいますね。こんな感じになって、なんか、ちょっと面白くないかな。こんな感じになりました。なんか難しいな。一応こういう手で誰もまだリーチしてきてない平場であればちょっと言いそうき言いそう切りますね。まあ仮点でもいいんで、チーとかやってもいいんで、まあとりあえずドラ抱えて天敗だけでいいやっていう感じですね。あとはまあ安牌切ってって、まあ結局天敗りませんでしたと。もうこう正しい間違いはないんですけど、なんか私があれこれ理屈で言ってますけど、全く理屈なんか考えないで、単純にもう危険、他の人に一巡目でドラポンされてもいいやと、自分の都合だけ考えて打った方が結果的に上がれるとかもあるんで、あれこれ考えてるから上がれないっていうことも普通にあります。ただ一応相手が人間なんで、あんまり変な打牌してつまんなくしたくないなっていうのはやっぱありますね。こんな手配が来ました。マンズがない。これは一応もうなんかどっちかの色に染まってくれっていう感じですね。で一応どっちかの色って一応思ってるんで、まあ、ドラ色を残していきます。三蔵なんか引くと何狙っていいか分かんない手になっちゃいます。なんかこれウーバン残しても最終的に多分テンパらないんで、まあ、ウーバンにはくっつくと思うんですけど、なんだろうな、ちょっとイーソーあたり切って、ちょっとこれはまあ多分どんな打ち方しても
先輩にならない気が、そんな匂いがプンプンしますね。まあ麻雀なんで、あの全ての局勝負手になる方は当然ならないんで、なんだろうな、一応白髪中のうち何か切っちゃいますか。まあいらないな、チートイも別に見てないからな。まあなんか将来的にタイヤ王にもなんないよな。ちょっとこの曲はこの手配はダメだと思いますね。リャンピンあたりちょっとトラフキンあんま最後まで持ってるの嫌なんで、サブロッピン確定。ウーピンも安全そうで、まだリーチ来てなかったらまあ切っちゃいますね。ペイが捨て牌に3枚、リャンゾーが来て、まあ白かチューンどっちか安全なやつを切りますね。終盤のリャンソーは切りたくないですね。一応こんな手配になって、例えばあの終盤でここで数ワン引いて、数ワン引いた場合はこうやってサブロッソーに、まあセオリー通りに、セオリー通りでしたらサブロッソーになるんですけど、終盤の場合は自分で5枚使ってる牌っていうのは他人も欲しい可能性が高いんで、もし数ワン引いたらこれ切ってパーピンとウーソーのシャボにします。まあ、こうなると、スーソー、まあ、ウーソーは切らないとして、スーソーとパーピンどっち安全かなと。で情報がないけど、さっきウーピン通ったんで、まあ、一応パーピンのが安全かな。もうこの辺になると、ポンチーして、タンヤオで上がっ、いいと思います。タンヤオで。借りてんじゃないか、テンパイで。ちょっと今回あんまり見どころがない、なんか、面白くない。手配ばっかでしたね。ウーピン、なんだろう、何が、まあ9は安全かな。まあこんな感じでちょっと今回は終わってみたいです。終わってみたいと思います。